はい、登録番号4530小野聖奈選手に来ていただきました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、2日目は、2レース5号艇で5着でしたけども、はい、まあ、エンジンの状態調子というのはいかがですか？エンジンは悪くないんですけど、うん、ちょっと乗り心地に違和感があったんで、うん、終わって整備しました。初日連勝した初日とのちょっとこう違いというか、そういうのって何かありますか？回転が上がってなかったと思います。うん、レース後本体整備して、試運転しましたけども、感触というのを下ろしたては良かったんですけど、ちょっと今すごい湿気が出てきて、うん、そしたらちょっといまいちかなと思うんで、明日10レースなんでちょっとどうにかしないといけないなって思います。まあ、3日目10レース6号艇ですけども、はい、ダッシュとスローとどっちがレースしやすい走りというのはありますか？どうですかね、スタートが決めやすいのはダッシュだと思います。レディースチャンピオンは2年連続、はいはい、で、まあ、今年大村は5月の SG オールスターも出て、はい、まあ、ちょっとこう大舞台に出る回数というのも多くなってきて、はい、だいぶ雰囲気には慣れてきました。はい、どうですか、やっぱり他の一般戦と記念というのは全然雰囲気が違いますか？普通の記念と、まあ、また SG とかは、違うと思います。うん、でもレディースチャンピオンの方は、うん、マスコミの方は多いんですけど、うん、いつも女子戦でご一緒させてもらってるメンバーなんで、うん、そんなに雰囲気は違わないと思います。まあ、今年5月の、ね、大村のオールスターでは、まあ、もう少しで予選突破できるというところまで行きましたけども、まあ、経験っていうのは今に生きてますか？でも気持ちの面とかすごい先輩にアドバイスもらったんで、はい、そうですね、メンタルがちょっと未熟なんで、それはすごいありがたかったです。メンタルが未熟とはちょっとプレッシャーに弱いとか、そういうことではない？プレッシャーというか自分に弱いですね。はい、やっぱりそのあたりは少しこう意識するようには。そうですね、はい、自分に厳しくいこうと思って、はい、やっぱりじゃあそういう意味では普段のレースに対する心構えというのもちょっとこう変わってきてる部分というのはできてる？そうですね、でもなんかちょっと集中できてない時がたまにあるんで、うん、なんかそれ分かるんですけど、ちょっとどうやって集中していいかがちょっと分かんなくて、うん、今それが悩みです。いや、そのあたりをちょっとこう見つけるというか課題というか。そうですね、私生活から変えないといけないんですかね、分かんないですけど。何か考えてることあるんですか？いや、特にないですよね、うん、修行にでも行きます。いや、そのあたりまたレースを重ねながらとか、はい、なんか考えながらやっていくような形です。そうですね、はい。じゃあ改めて、3日目に向けての意気込みをお願いします。はい、はい、3日目は、10レース6号艇なんですけど、ちょっと今のままじゃ厳しいと思うんで、ちゃんと調整して試運転重ねて万全の状態でレースに臨みたいと思います。頑張ります。